マシュー・ジェームズ・リンドストロムは、アメリカ合衆国、アイダホ州、レックスバーグ出身のプロ野球選手。現在は、フリーエージェント。2002年の MLB ドラフトで、ニューヨーク・メッツから従順目指名を受け、プロ入り。メッツ時代でのメジャー当番はなかった。2006年オフに、ニューヨーク・メッツから、フロリダ・マーリンズにトレード移籍する。2007年4月4日のワシントン・ナショナルズ戦で、 メジャーデビューを果たす。同年は、メジャーデビューした新人の中で最多となる71試合に、登板し、67.0イニングで、防御率3.09、62奪三振をマーク。また、同年最多となる100マイル以上を9回マークし、5月には、PNC パークでのピッツバーグパイレーツ戦で、自己最速102マイルをマークした。二千八年は、リリーフエースとして、 開幕を迎え、終盤には不審のケビングレッグに代わり、クローザーに昇格し、見事その期待に応えた。2009年は、開幕からクローザーを務めたものの、支給数が急増。その後故障者リスト入りしたが、復帰後も不調に終わった。2009年12月9日、マイナー3選手との交換トレードで、ヒューストンアストロズへ移籍した。2010年のシーズンオフに、 マイナーに選手との交換トレードでコロラドロッキーズへ移籍した。2012年2月6日にジェイソン・ハメルと共にジェレミー・ガスリーとのトレードでボルチモア・オリオールズに移籍した。2012年8月26日にジョーソン・ダースとのトレードでアリゾナ・ダイヤモンドバックスへ移籍した。オフに FA となった。2013年1月19日に シカゴホワイトソックスと翌年のオプション付きの1年契約を結んだ。2014年オフに FA となった。2015年2月17日にロサンゼルスエンゼルスとマイナー契約を結んだが3月28日に解雇され4月3日にホワイトソックスとマイナー契約を結ぶ。7月10日に再び解雇となる。平均急速時速1 5 4トルのシンカーに 時速 140km 前後のスライダーの2球種で、投球のほとんどを占める。フォーシームやチェンジアップも持ち玉としてあるが、1シーズンに数球しか投げない。2011年までは、フォーシーム主体のスライダーピッチャーだったが、2012年からシンカーボーラーに転向した。また、2014年から新たにカーブを投げるようになった。ありがとうございます。